牛カイザー愛称銀河3は銀河系の銀河波浪の高密度領域であり、おそらく破壊された Y 小大銀河である。牛カイザーの方角にあり、2009年にスローンデジタルスカイサーベイのデータから発見された。太陽からは約4万6千パーセク離れており、約秒速200キロメートルの速度で遠ざかっている。細長い形で半径は約500パーセクである。 その大きなサイズと不規則な形から、牛カイザー相性銀河3は、重力的に結びついた銀河が完全にバラバラになる、繊維段階にあると考えられている。牛カイザー相性銀河3は、銀河系の共銀河で最も小さく最も暗いものの一つで、あり、合計の高度は、太陽高度の約1万8000倍しかなく、多くの球状星団と変わらない程度である。 公開の過程にあるため、質量の推定は困難である。このような場合、銀河中の構成の速度分散は銀河の質量に比例しない。牛カイザー相性銀河3を構成する構成は、120億歳以上の中程度に古い構成が多い。金属量は FEH イコールマイナス2.1プラスマイナス0.2と低く、重本素の量が少なくとも、 太陽の120分の1以下であることを示している。この銀河と一緒に発見された銀河波浪の中のスティックスストリームの構成の起源であると考えられている。ありがとうございます。